エンゼルスは22日、日本時間23日、ヘリー・ミナシアン GM と契約延長することで合意したと発表した。2026年までの2年契約、就任4年目の今季はアスレチックスと並んで地区最下位と低迷。4年連続の負け越しとポストシーズン進出は絶望的となっているが、なぜチーム再建の舵取り役となる GM との契約延長を結んだのか。 サクオフに大谷翔平投手がドジャースへ FA 流出。それでも、正捕手ローガン・オハッピーをはじめ、早期にメジャーデビューさせたザック・ネトやノーラン・シャヌエルのドラ1コンビラが台頭。チーム再建の土台を作ったと評価している。アート漏れの球団オーナーは、明るい将来のエンゼルス野球の土台を築き始めた。今回の延長契約によって、 エンゼルスの持続可能な成功を築くビジョンを継続し、ファンのためにチャンピオンシップをもたらすことができると、我々は信じているとコメントした。マイナー組織は壊滅的で、チーム立て直しへの課題は山積みだ。エンゼルスが一貫してチャンピオンを狙える強豪に再びなるためのプランを継続していくことを楽しみにしているとミナシアン。